なんとね、トーン12、めっちゃ明るくしました。ちょっと部屋ダウンライトやから、暗めに見えるけど、もう真っ金。こんばんは。一番募集かけて一番ピンクが多かったんですけど、でもピンク嫌いだからやらなかった。嫌い、ピンクは好きなんですけど、ピンクやっちゃったらオレンジ味が出て透明感がなくなるから。なんかこれアッシュグレージュっていうカラーなんですけど、こういう透明感のあるカラーが好きなので、結局好きなのにしちゃった。こんばんは。似合ってる、ありがとう。サイモンのジョーさん、ハートありがとうございます。卒業まで毎日配信します。好きなのが一番似合う、本当嬉しい、ありがとう。これグレージュ。こんばんは。で、引いたら、だるまさん、チャンデックくん、だるまさん、ありがとうございます。デビアン、ラブレット、ありがとう。ブリーチしてないです。こんばんは。そうやな、ユナの髪めっちゃ生える髪やから。メイクなるもありがとう。そうなんですよ。こんばんは。可愛すぎて参った皆さん、もうね、握手会でしょめこはありがたいことに全完売いたしました。ありがとうございます。すごくね、そんなにも皆さん最後なのにみんな会いに来てくれるんだっていう自分への自信につながりました。本当にありがとうございます。今日誕生日です、デビューおめでとう。なんですけど、もしね、その日会えないよとか、もっとこの先も会いたいって方は、8月16日に私の新来世ですね、新しい来世、8月16日の夜あるのね、ぜひ開けててください。8月16日大阪、そして11月1日東京、よろしくお願いします。めっちゃ宣伝しとく。だってみんな近づいた時に寄ってやるとか言ったら、もう前から言ってたでしょって言うよ。こんばんは。11月1日です。しんくん、ハートありがとうございます。そしてゆなの誕生日の9月19日付近も、多分当日やろうかな、当日なのかな、わかんないけど、誕生日のイベントもあります。
チャンネル君ピカピカありがとうございます。髪色かわいいよね。7月1日は決定です。東京誕生日9月19日。とりあえず年内にその3回はやるということなので、8月16日と9月19日と11月3日は、あ、違う、11月1日は開けててください。11月1日夜です。たっくんだるまさんありがとうございます。多分今二推しとか、今他にも推し複数推しおるよって方も単推しになってしまうような活動内容やから楽しみにしててください。全部大阪じゃないんで、11月1日は東京です。たっくんだるまさんありがとうございます。こんばんは。東京の場所も決まってます。大阪も場所決まってます。9月19日も開けててください。あれ？昨日推しですか？嬉しい。9月は大阪です。ゆうすけくもありがとう。ナイス、ゆっくんこさん目指して、ソルちゃん。でもソロじゃないんですよ。なんでぜひユナ推しになってください。大阪はナンバーの方、ナンバー周辺、ナンバーか梅田やったらナンバーよりやな。ナンバーではないけど。たっくんだるまさんありがとうございます。こんばんは。もう場所決まってるんですけどね。シーサー橋じゃない、シーサー橋でもないの。シーサー橋じゃないですよ。馬行さんタコありがとう。こんばんは。ぜひこの配信を見てユナのこと気になっておって方はツイッターインスタやってるのでフォローお願いします。東京は、東京都内、都内って言ったらどこにあるんかな。てか場所言っていいんかな言っていいんですけど全然。でもね、あれだよ、東京は若者が多い街。こんばんは。東京都内って東京全部か23個か。こんばんは。木曜日メラメラお疲れさん、ありがとうございます。そうそう、こんばんは。はーさんタコありがとうございます。こんばんは。チャンデックくんハートありがとう。いやー、もうけどめっちゃハードル上げまくってるけど、ほんまにハードルめっちゃ上げよこと言えるたっくん、くもありがとうございます。こんばんは。
それぐらいほんまに準備頑張ってるので。え、みっちゃんゆっくんのエピソード話してた。何話してたん？教えて、怖い。ぬくいさん、だるまさん、ありがとうございます。今日も朝早起きして打ち合わせ朝からしてました。こんばんは。全然パジャマじゃないで。早起きしたから眠いわ。こんばんは。タッキー、ツーさん、ハートありがとうございます。泣きながらラップアートの懐かしい。ナナ、こんばんこんばんは。ヤッホーヤッホー。あ、ベトナムフェスティバルといえばユミさんですね。企画会議、ほんまにワクワク。こんばんは。だけどほんまにユナのやりたかったことが全部できそうで、もうほんまに楽しみ、来世。わらびーさん、ハートありがとうございます。だけどここまで来れたのはほんまに今まで応援してくださってたファンの皆さんのおかげだし、これからもついてきてくれようとしてくれてるファンの皆さんのおかげです。フリカールームスは復旧したらですね、ルームスの。今日も可愛いね、ありがとうございます。こんばんは。メラメラの後からさ、お友達がちょっと嫌なこと言ってる。嬉しい、ありがとう。ゆんちゃん、何度かも登場してたの。こんにちは。ユナの活躍見たよ。本当？来世もユナです。ユナって名前好きなので。そうなんです。どちらも金曜日なんですけど。いやもう、あれバラエティーはほんまにな、バラエティーさ全然知らんから、見てないから。言うのモノボケとかなんかほんまに大喜利とか、もう分からんすぎて。モノボケなんか、言うのモノボケはストレートらしい。ストレートとかの意味も分からんけど。しんくん、ハートありがとうございます。こんばんは。8月と11月に何あるか言えないんですけど、とりあえず開けててください。ストレートなのがおもろいの。今からでもどんぶりてこいなくん愛が増えるか。なんで同じこと2回言ったんですか。開けやすくてよかった。お前素材をそのまま
伝える笑い。逆に何があんの？分からへん。それ以外何があるんですか？逆に。キヨミくんハートありがとうございます。8月とかのは歌って踊ります。アーティストユナです。こんばんは。ハワイアンガールユナ。ハワイアンガールユナ、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 ハワイアンガールユナ。はい、でもあのこの世にない曲やから、皆さん楽しみにしててください。もうポロポロ言ってるわ。もう何も言いません、何も言えません。もう私は何も言わない。ファンチンくん可愛い、ありがとうございます。まあ、皆さん少なくとも6月15日以降に分かるので、いろいろ楽しみにしてください。それまでマネージャーさんに怒られたら皆さんのせいですよ、皆さんのせいです。責任取ってください。けどゆっくの仲良しのマネージャーさんも辞めちゃったんですけど、仲良しのマネージャーさんも来てくれるって言ってた。嬉しい。こんばんは。ゆっくにも仲良しさんがいたの。こんばんは。いや割とね、NNB 多いで仲いい子も。あゆたんハートありがとうございます。少しタイムいいよ。13位江戸川くん、12位るいくん、るい13世、11位アントニオ猪木、10位タッキー2、9位清文太郎、8位慎太郎、7位ぬくいサンタクロース、6位ちゃんぴよぴよこ、5位ちゃんでっくぐぐぐぐぐ、4位はーサンタクロース、3位デビーヤンキー。お誕生日おめでとう。2位ユースケンタウロス、1位、そしてはり1位はトゥルルズン、たっくんパクパクタイさんでした。ありがとうございました。そう、もう髪色が良すぎてご機嫌。言ったらご機嫌虫です。
じゃあタックに燃えゼリフまで3、2、1。次タックにいつ会えるのかな。もうタックの顔バッチリ覚えたよ。会えるの楽しみにしてる。ありがとうございます。顔怖いから可愛くしね、おもろ。じゃあ皆さん、メリークリスマス、バイバーイ。明日サンタさん来ますように。バイバーイ。